空気が乾いた状態ということで、今までの気持ちいいです。では、すみません、すみません、すみません、関東東北に深く地、晴れ間が出るところが多いですが、新潟県は雲が多く、朝のうちまで新潟県のところがありますので、詳しい天気を聞いてください。関東地方は朝と夜は雲に覆われますが、日中は今日と同じように晴れ間が出る感じです。関西などの地域、水戸から埼玉市にかけてです。明け方まで、そして夜遅くになって雲に覆われますが、日中は晴れるところが多く、日差しも出るでしょう。銚子から那須諸島にかけても日中は晴れるところが多いですが、朝と夜は雲に覆われる時間帯が多くなりそうです。また小笠原諸島は夕方一時雨の時間になっています。明日の予想最低気温です。今朝よりは鳴門を中心に高く気温そうです。平野部では大体20度くらい、山手方面は